シリーズ第1弾シーズンいつも聞いてたね。そもそも C ですね、はい、ね、今日はね、いろいろお手伝いしてね、おさぴーちゃんのね、お手伝いしてね、疲れたもんでね、なんかね、おごってもらおうかななんて思ってる。いや嘘ですけど、今日一日中バッタバタしましたね。そうですね、はい、なんでちょっとね、今日はね、ちょっと僕はおすすめのちょっと味噌煮込み屋さんにね、ちょっとおさぴーちゃんと、あいつらさんと来たっす。味噌煮込みうどん。味噌煮込みうどんですか。それ美味しいんですか。ここまあ僕はうまいと思ってるんですけど、ま、じゃあちょっと行ってみますか。はい、行ってみましょう。じゃあちょっと写真で、はい、写真でお楽しみください。お楽しみください。では。ミッシーさ、様子おかしいですけど、はい、ここ、僕もなんか数年前に連れてこられたんですけど、なんですかここ。僕深夜3時に来たんで、めっちゃ怖かったですよ。何ここ。クモは多分いると思うんで。最初じゃあ先頭お願いします。つなぎますねじゃあ。クモ嫌なんで私。わかりました。つらい。じゃあでもこれやばい。ほんと何にも見え、何も見え。階段登ってきちゃいますって自分に。本当っすよね。林道だしここ林道一番歩きたくないとこここ、うん、じゃあ本当は向こうに止めて。イーシーさん何ちゅうとこっすかここ。ここはあ疲れた。何かな、何とでもないとかな、神社があるんですよ。神社ですか。なんか困ったっすね。いや、一人で喋りながら歩いていくのかなと思って。いいんですよ、僕は怖くないんで。はい、どうぞ。はい、どうぞ、石井さん、はい、あ、もうダメ、はい、もう疲れた。自動相談所自動相談所。そうですね、自動相談所。じゃあ、ここ神社があるんですよ。自動相談所、うん、なんかガガガやばいやばいやばい。おいしょ、かおちゃん眩しいって左だよ。足元気をつけてくださいね。ちゃんありがとう。あぶね、足元気をつけてくださいねって。あぶね、これ。ほら雲の差ありますよ。あっとね、これ何これ。でしょこれ。何ですかこれ。階段じゃないし、これ何の段ですかこれ。これ多分あの階段じゃないしね、こう滑り止めですね。あのこうあよいしょみたいな。よいしょする意味。よいしょみたいな。これこれこれ。よいしょ。怖くないよ。なんでここ、なんでここ電気ついてるし。やだ無理無理ね、ちょっとね無理無理無理。ちょっとおかしい。ここはやっぱ空気薄いですね。なんか薄いですね。雲かなんすか。いっぱい雲いますね。標高3470なんですか。ほらいっぱい。おい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 、うわすげえ張ってる。そろい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 。んお地蔵さん、お地蔵さん。さあここ登りますよ。登りますよ。顔ないし顔がなかった。
思いますよ。これが最終です。出て危ね、心霊スポットじゃないですか。何すか、ちょ軽く軽くやっとったっす。何これ、もう絶対あるっすよ。分かりました、行きます。もうそこで怖いもんないですから。はいはい、分かりました。あ、そうそう、あ、天井高いもんで、ね、あ、低いもんで、ね、低いもんで、ね、わー、きれい。多分どんどん行くと、3つ、もういいよ。もう20分歩いたと思えばいいんじゃないですか。こんだけ苦労して歩いてみるのはすごい信用ですよ。なんか経営住宅とかの階段みたい。お、すごい、なんかやってる。うわ、どうしよう。Thank you.